近代社格制度とは、明治維新以降、演技式に習って、新たに神社を等級化した制度である。第二次世界大戦後に廃止されたが、旧社格などの名称で神社の格を表す、目安とされる。京都府亀岡市の出雲大宮宮の社名表。旧社格と共に、旧称の出雲神社が刻まれる。明治四年五月十四日に、大乗官布告、感謝以下停 新館植生等規則により制定。これ以前の初期の社格として、人技官自家支配者や、直債者があった。昭和21年2月2日、連合国軍最高司令官僧司令部の新党司令により、神社の国家管理が廃止されると同時に廃止。GHQ の干渉を恐れ、石の社名表の社格が刻まれた部分を、セメントで埋めた神社が多かった。 その後セメントを除去した社名表もあるが、現在でもそのままのものも多い。神社本庁は昭和23年に包括する旧館国兵社のすべてを別表神社に指定、人事で特別に扱うとしたが、これは社格とは無関係である。近代社格制度では、社格を感謝と諸社、無格者に分ける。伊勢の神宮はすべての神社の上にあり、 社格のない特別な存在とされた。感謝とは、記念祭、新滑祭りに国から砲兵を受ける神社である。感謝は、神技官が祀る、官兵社と地方官が祀る、国兵社に分けられ、律令制の社格に倣って、それぞれに、大、中、小の格があり、昇格が行われた。官兵社、国兵社をまとめて、韓国兵舎ともいう。 主として官兵舎は22社や天皇、皇族を祀る神社など朝廷に縁のある神社、国兵舎は各国の一宮や地方の有力神社が中心である。官兵舎国兵舎に実質的際はないが、例祭について、官兵舎へは皇室から国兵舎へは国庫から併白がとも信された点が異なる。明治初年、国家の創始であるとして、 官費が感謝の経費として支給されたが、明治20年度より、毎年国庫から各社に保存金が科付され、明治39年4月、共信金制度となった。金額は、次第に増加し、昭和12年度には73万円になった。また、朝鮮神宮、台湾神宮には、それぞれの総督府から、靖国神社は、陸軍省から、共信金があった。当初は、 官兵社のみに、菊花門章の社殿の装飾への使用が認められたが、明治7年に国兵社にも認められた。国兵大社は、当初から指定された神社はなく、大正4年に国兵中社の桁神社などが昇格したのが最初である。諸社からの昇格もあったため、全国約11万社のうち最終的に、官社へ列格したのは218社であった。 官謝の社格の循環国平者については、官平者は、国平者よりも格が上とされ、それぞれ大、中、小の順に格が下がる。浸透時点などによると、官平大社国平大社官平中車、国平中車官平小車国平小車、別格官平者となるが、官平中車と国平大社は、どちらが上かなどの明確な規定はない。別格官平者後に、 国家に功績をあげた中心や国家のために亡くなった武将、志士、兵士などを祭人として祀る神社のために別格官兵舎が創設され明治5年に楠木正成を主催神とする港川神社が初の別格官兵舎に列格している別格官兵舎は官兵商社と待遇は同じであるが国家兵商社よりも上位とされた規定はないなお 進化であった菅原道真を主催がミットする天満宮は天神信仰によって祭神は雷神と同一視されたため北の神社と太宰府神社の二社が例外的に別格官兵社ではなく大宮が上となる官兵中車に列した。官兵国兵社等外別格神奈川県により県内奏者として明治3年に創建された伊勢山高大神宮が 明治4年に列されたもの。神儀省の例達書によれば、右神社はも伊勢神宮官定の義二府官兵国兵社当外別格に、所氏とあるが、正式に制定された社格ではなかった。神奈川県もそれを不服とし、その後たびたび官兵中車あるいは国兵中車への昇格を求めている。所者は、府県社、豪社、孫社に分類される。府県社は、 府、県、台湾の州、台湾、北海道、カラフトの町から法兵を受け、豪社は、府県、軍、または、市から、村社は、市町村から法兵を受けた。また当初あった、藩社は、藩より法兵を受けるとされたが、藩社が指定される前に、廃藩地権で藩が消滅したため、劣格した神社はない。他、朝鮮の、道友信社は、朝鮮の、道から、 同じく朝鮮の太も新社は朝鮮の府から方兵を受け内地の府県社に相当した。府社の社格は東京府、大阪府、京都府の三府に所在の神社に与えられ、県社はそれ以外の県に所在の神社に与えられたが、北海道や柄府とは県がないにも関わらず県社とされた。また、1943年に東京都が誕生したが、 府社の名称はそのままとされ、近代社格制度の廃止まで、としゃわないままだった。明治政府は、当初、不犯権者と豪舎の2種類で諸者を管理しようとしており、豪舎については、宇治子を管理するための特定の行政機能を示す、ものであった。明治政府は、大上官布告の大将神社宇治子取調べで、宗教政策を行い、江戸時代までの寺受け制度に代わって、 国民に対して在京の神社の氏子となり出生や住所の移動の際には守り札の発行などが義務付けられた。この制度により全国にはこれまで自然形成された村とほぼ同数の18万社余りがなったというあくまでも氏子を管理するものであるため韓国兵舎、不犯権者でも氏子がある場合は同時に豪舎であることも考慮されていた。さらにその後 尊者も、豪者と同様の意味を持つが、豪者に付属するものとして設定されたものの、わずか2年で制度は廃止となった。しかし、豪者定則は、近代の氏神、氏子制度の基本となり、現代の氏子区域のもととなった。その後、市政町村制度の施行や、いわゆる、明治の大合併による、行政区分の整理で、市村一社の存在意義も薄れ、1906年の、 神社合司令を経ると、明治末期には、全国の神社の数は11万社余りにまで減じた。昇格もあったため、全国約11万社のうち最終的な付権者は1148社、号社は3633社、損社は44934社であったと、される。新鮮平白領とも新社明治40年からは、付権教をはじめ、損社が、例祭に、 地方公共団体の新鮮兵白領の友信を受けることが対象3年4月からは記念祭新鍋祭りにも新鮮兵白領の友信を受けることがそれぞれ認められ新鮮兵白領友信者と称された新鮮兵白領友信指定神社あるいは社格と合わせ指定権者指定尊者等の表現もなされる諸者の社格の順所者は 不者イコール権者イコール反射後者損者の順である。これらの社格の区別は実質的な待遇の差異を伴わず、特に韓国兵舎においては、官兵舎と国兵舎の区別の意義などがはっきりしなかった。より整備された社格制度を作ることも考えられたが、成立しなかった。だが、実質的な待遇を見れば、韓国兵舎、新鮮兵白領とも新者 それ以外の神社の三段階の社格になったと言える。なお、社格とは国家による待遇の差を表したもので、その神社への数形の厚さを表したものではない。無格者は、法的に認められた神社の中で尊者に至らない神社であり、正式な社格ではなく、社格を有する神社と区別するための故障だったが、社格の一種と申されるようになった。 無格社の神社であってもほとんどは宇治公有し尊社以上の神社とは、神仙平白良と模神がなかった天野境団地が地祖、もしくは地方税免除の対象とされなかった点などが異なる、以外に、目立った相違はない。規模の小さな無格社の多くは、明治末期の神社合詞で廃社とされた。全国約11万社のうち、 無格者は1938年の調査では6万496社あり、当時の神社数の半数であった。最終的には5万9997社が存在したとされる。社格ではないが、民立の五国神社と政府に保護された神社を区別するため、校舎を内務大臣指定五国神社とした。これとは別に神社の祭礼に、 天皇から直使が使わされることがあり、このような神社を直祭者と呼びこれも社格に類して使われた。社名、社格は1946年の近代、社格制度廃止時のもので、外地の神社は廃座時のもの。所在地は現在のもので、海外の神社については日本統治時代の地名。式内は、式内社、一宮は、各国の一宮、別表は、 別表神社、単立神社の別。タイは当時神社がなかったことを示す。ありがとうございます。